高橋徹高橋徹は日本のコンピュータネットワーク研究者、実業家。1990年代における日本及びアジアのインターネット普及に貢献し、インターネット初期の商業的展開で重要な役割を演じた。インターネットの母とも呼ばれる。1941年に栃木県宇都宮市で生まれた。1964年に 東北大学文学部哲学科美学美術史専攻を卒業した後、編集者及び執筆者として働いた。1982年からビデオテックスのマーケティングなどに関わり、1986年からユニックスワークステーションとルータを用いた高速ン構築事業を手掛けた。1987年よりインターネットの研究をはじめ、日本ユニックスユーザ会理事に就任した。 1993年には日本インターネット協会設立時の事務局長となった。1994年にインターネットサービスプロバイダの東京インターネットを設立し社長となった。2001年日本インターネット協会が電子ネットワーク協議会と合併し財団法人インターネット協会に変わった際に副理事長となり、2002年にはアジア太平洋を インターネット協会議長、後理事となった。2002年に情報通信月間の総務大臣表彰を受けた。2012年にインターネットソサイティが発表したインターネットの伝道33人のうち唯一の日本人としてイノベーター部門に選ばれた。これはインターネットをアジアに広めたことを高く評価したものである。ありがとうございます。